はい、よろしくお願いします。いや、始まりましたね。すみませんね、イヤホン外そう。はい、さあ、というわけで始めてまいります。よろしくお願いします。中川は誰かということを少しだけお話をさせてください。私ですね、株式会社ギブ&ギフトと NPO 法人チラキューブの2つの法人を運営しています。で、半分はね、障害者福祉のことをやっています。障害者施設の、工賃、お給料を上げようという活動があったりとか、最近はね、障害者雇用自身が、はい、ゆっくり、はい、ゆっくり喋れと言われます、はい、障害者雇用が、企業がなかなかコロナで障害者雇用が難しいというところのサポートに入って、その人材を企業の中ではなくて地域の社会課題の担い手、例えば子ども食堂が人不足だというところにつなげていたりとかっていうふうな、障害者福祉の取り組みに関することをやってます。で、もう半分がですね、地域活性のキーパーソンというふうに動いておりまして、例えば淡路島の日本遺産で全国100あるんですが、その日本遺産のプロデュースに関わらせてもらったりとか、とある地域の商店街のアドバイザーとして関わったりとか、自身も初めての地域に入って地域の行政の方と連携を取りながらいろんなことをやっている、プロデュース側であり、社会福祉でありキーパーソンでありになります。で、昨年このキーパーソンの要件を調べよう、みんなで語り合おうっていうところで、中つなぎのファシリテーションをさせてもらったところから今日登壇させてもらっておりまして、なので、今日はキーパーソンって何っていう話は冊子にまとまっているとして、今日自身はですね、じゃあ地域のキーパーソンを増やすためにはどうするかとか、どういうふうにしたらキーパーソンと地域がつながれるかなんてことを皆さんでお話をしていければと思っております。改めてよろしくお願いします。はい、その前にですね、チャットの方にご質問をいくつかいただいています。で、その質問ですね、少し読み上げて、今一つかな、高松さんに質問があります。はい、読み上げます。京都市役所の葉山と申します。本市では宝ヶ池公園において民間企業のアイデアを社会実験として試行的に行う取り組みを展開しており、これを通じて地域のキーパーソンを集めて公園を拠点に地域の活性化を図りたいと思っています。仙北の取り組みでは70人くらいの人が参画をして活動が多彩になったという話ですが、どのような仕組みで話し合って意見をまとめて、実行に移されたのかということをまず聞きたいというところから始めましょう。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。どうやって集めてっていうのは、一つは広く広報とか、チラシをいろんな公共施設に巻くとか、そういったことで人を集めたり、あと、なんていうかな、かなりデザインの力ってすごく大事だなと思って。写真もおしゃれでしたよね。とにかくその、なんていうかな、チラシ含めて、SNS 含めて、少しデザインにはかなり力入れて、プロのお力とか借りて、広く。告知する媒体にそういうものを使って、デザインを良くすると何が良くなるんですか？まず、はい、手に取ってもらいやすくなりますよね。チラシ一つ取っても興味を持ってもらえる。あと、多分なんていうの、地域活性化って若年層がどんだけ街に出てきてくれるかって結構課題だと思うんですけど、はい、そういうところへのアプローチには必ずデザインの力というか、目を引くというか、そういう力が非常に大事だなと思って、そういう行政チラシではダメだなと思ってやってたりもしました。あと、何でしたっけ、その70名の方々をどのように意見をまとめて、どういうふうに動かしていったかですね。70名集まってくれたとき、実際ワークショップとかすると3、40名が参加してくるんですけれども、どうやってまとめるかというと、まず初めはとにかく広く意見を聞くと。みんなが何をしたいか。で、役所に何をしてほしいかじゃなくて、自分が何をしたいかと、自分が町をこうなってほしいっていうことをとにかく聞きまくると。で、そうすると大体、似たような考えの人とか、似たようなテーマを持っている人たちがこう炙り出されてくるんで、そういう人たちを5名ずつぐらいでこうチームを組んで、チームアップして、で、公演、さっきも話題に出たんですけど、公園の中でいろいろ社会実験をやってみると。
すると、いくつかのチームがすぐ乗ってくるんですよ。で、そして乗ってくるチームにさらにちゃんとこう伴走して、今後何をしたいかとか、どう発展していきたいかとか、まあ、そういうことを3年ぐらいのプランをちょっと書いてもらって、実現していくみたいな。あとはどうやって伴走するかですよね。そうですね。それがなかなかこう、まあ、行政の中でやりながらキーパーソンになっている、馬も飼っている高松さんがいるのがあるんですが、まあ、他の行政の方って、まあ、自分自身がキーパーソン足り得るかってそうではなくて、あくまでサポート役でいらっしゃるケースも多いんですが、でいくと、まあ、専属に関しては、こう、叶えたい夢で、僕らこう外部から、まあ、雇用されて、地域に入って、やりたい夢を叶えますって、デザインの力でイベントしましょう。子供たちにあるけど、中の人、行政の中としてはそれはどういうふうにされたんですか？そうですね。まあ、あの、行政マンの関わりって結構難しくて、まあ、どこまで伴走するかっていうところがあるんですけど、僕、あの、まあ、年代がまだ20代、30代のところだったんで、あの、そういう同じ年齢の人に、こう、ちゃんとこう、フォーカスしやすかったっていうのもあるし、なんていうのかな。公務員自身がキーパーソンである必要はないと思ってるんです。自分が目立たなくてもいいんですよ。あの、目立っちゃってるんですけど。そうですね。あの、ではなくて、どこまでこう、お話を聞けて、その人が何をしたいかと、あと、役所に何をしてほしいかをあんまり聞かないようにする。要するに、役所はやらないよっていうスタンスはちゃんと明確にしておいて。大事ですね。で、ただ、あなたがしたいことをどうやったら叶うかっていうのは、ちゃんと役所の中にハードルがあるんだったら調整するよっていう、そういうスタンスをずっと持ち続けて言い続けてきます。だから、多いんですよね。役所にこうしてほしいとか。あります、あります。あしてほしいとか。あそこの、あの、場所をとにかく使えるとか、何か建ててほしいとか。あの、そういうことはあんまり聞かないようにし、聞かないというか、聞けないよっていう約束を。自分たちがやるんだよってことですね。そうですね。はい。ありがとうございます。まあ、昨年その2021年度はですね、こうキーパーソンの要件を、キーパーソン何が必要か、まあ、冊子にまとまっていますが、地域との結びつきとか、地域を導くビジョン、でそのキーパーソンは推進力があって、加速する力があって、巻き込む力があって、広げる力がある、それがキーパーソンだっていうような、まあ、仮説というか定義を立てました。で今回、あの、登壇いただいているのは、石井さんはまさしくキーパーソン側、で高松さん、田村さんは、まあ、中間支援というか、コーディネートをする側だ、まあ、もう多分ご自身もがっつり動いていると思うんですが、という形の中で、あの、お話を進めていければと思ってます。で、本題の方なんですけど、まあ、1つ目の質問があります。キーパーソンを、まあ、地域の長浜もそうですね、キーパーソンを地域で増やしていくために、まあ、例えば、まあ、行政側、中間支援側がどうできるのか。それは多分、田村さんの中で先のね、写真がずらっと並んでいて、いろんな方が、八百屋さん、伝統職人さんがいて、不動産営業がいてっていう方って、そんなに簡単に見つかれへんやんと。そういうのを、どういうふうに見つけた、もしくは、集わせたのかっていうところを、まず聞きたいので、田村さんから。はい。キーパーソンの見つけ方的な話。そうですね、そうですね。まずあの、移住計画の話から先に申し上げると、あれは、なんて言ってんすよね、まあ、京都に戻る前に、こんなことやりたいねんっていうのを、それこそ紹介で、出会った、今の会社の、あの、共同役員の田中がそうなんですけど、要は、いきなり戻っても、そんないきなり仲間集まらないので、戻る前から、こういうことやりたいねんけど、興味ありそうな人いいっていうような話は、常々先に種をまいていくみたいな形でやってたかなというふうに思っています。そうすると物理的に僕は東京でしたけど、京都で勝手に仲間集めの素地が、あの、でき始めてたみたいなところは、早くこうチームが立ち上がった一個の要因かなと思います。ちなみに何て言って、こう、なんか、なんか田村さんが多分何かを発言し、こんなんしたいねん時に、それいいね、それいいね、それいいねって方が集まったからこそ、まあ、共感者が集っていたと思うんですけど、はい、どういうふうに、まあ、ビジョンを語ったとか、はい、夢を語ったとか、覚えてらっしゃいますね。それで言うと、さっきのプレゼン、その、地元に帰りやすい社会になったらいいよねっていうことは、なんとなくみんなイエスしかなかっ
なので、そこは共感がなって、で、もう一個は、なんか僕がやりたいことっていうよりかは、それこそ、高松さんの話と通ずる部分ですけど、それぞれの並んでたメンバーには、やりたいことがあるわけなんですよね。で、それを丁寧に聞いておくと、まあ、わかりやすいと、不動産の担当なんかは、彼女自身も東京に出て、シェアハウスとプロデュースもいろいろやってて、経験値があったんですね。宇治出身だったんですけど、で、こんなこと京都でやりたいんだけど、を僕に語るとともに、僕は不動産の知見はないから、彼女の力を借りれた方が、移住計画はやりやすい。うん、なんで、相手が何したいかっていう力、ベクトルと自分のやりたいことのベクトルを同じ方向にチューニングするみたいなことは、結構意識、してるところかなというふうには思います。仲間集めというか仲間になるための部分のポイントですけどね、今の話は。足りないところは補っていこうねっていう感じですね。でもう一個だけその仲間っていうキーワード、キーマンっていうキーワードで言うと、なんか大きく二つあるかなと思っていて、僕らそのコーディネート側の話で言うと、やっぱその地域に対して足りてない人材みたいな、要はキーマンが見えてくると思ってて、で、その課題の部分が、解決できる人が連れてこれたら、この人確実にキーマンじゃないですか。で、そのためはだからまずは課題が、地域が何かっていうのを聞くところから、スタートしてますし、要は外から連れてくるっていうパターンのキーマンの組成と、もう一個は自治体の方が、キーマンを知らないっていうケース結構あって、出会えてないみたいに。で、これちょっと僕、すみません、石井さんにまた質問したい文脈でもあったんですけど、いいですか、はい、加えてでいいと。ぜひぜひぜひ。先ほど、すみません、石井さん、高松さん聞いた。ごめんなさい、クイントみたいな。高松さん聞いたと、プロジェクト、結構、長くされていらっしゃるじゃないですか。結構、役所あるあるだと思うんですけど、移動が3年スパンぐらいであると、地域のね、キーマンに出会っても、引き継げないまま、また新しい人が一から探してみたいな景色、まああるんですよね。で、結局ずっと伴走してる僕らはキーマンをずっと知ってるから、すぐ情報提供できるんだけども、自治体の方がそれがアップデートできないように、引き継げない限り、また探すな、また探すな、みたいな話で、なってきてる気がしていて、で、そう考えたら高松さんのプロジェクトのなんか伴走期間がやたらと長いなって思って、それは当事者として、市民として住んでるから、やれてたことなのか、役所の中で移動とかなかったのか。あの、関西は移動があったかなかったか、多分ね、やってみたいですよね。そうですね。でも僕自身は、移動が全然なかったっていうか、できるだけ長く、こう、関わり続けた。最終的に何年その。最終的に10年。すごいですね。異例じゃないですか。異例なんですよね。で、やっぱり物事が動き出すのって3年目ぐらいからなんですよ。だから、なんか、少なくとも、5年ぐらいのスパンでは考えないと、やっぱりなかなか何事も進まないな、うん。まあ、ちょっと現場の論理ですし、行政側のね、そのまあ、ルールというか、なんで3年やねんっていう、まあ、2年の人もいらっしゃいますね。中で言うと、10年続けれたっていうのは。どうですかね。まあでも、残りたい、移動したくないねっていうのは、思ってたり、はい、あとは、大体、3年スパンで事業を構築してたんですよね。なので、初めの1、2年はまあ修行みたいなもんですよ。情報収集で。で、いろいろキーマンとか見えてくるのが3年目ぐらいで。3年目の時に3年間の事業を立ち上げると、まあ6年目ぐらいまではまあそれがいける。はい、で、まあとりあえず6年目ぐらいまでのサイクルを作っておいて、ただ、まあ、4年目、5年目、6年目も、また同じく3年ぐらいのプロジェクトを走らせるという。まあ、そうすると、まあ、大体このプロジェクトが、終わるまでは、任せたんだみたいな形にしてもらえるんですよね。まあ、そういうような形で、だから、でも10年は多分最長だと思います。もう、僕、民間に出ちゃったんですけど、もうその年はもう多分、今年ですよね。まあ、もう移動は。出てくるだろう。おそらくね。そういう意味でいくと、まあ、10年続けてくださるんやったら、まあ、いろんな問題点が、こう、他の行政であれば指摘をされるかもしれないけど、はい、その地域の人物とか、キーパーソンを担当者レベルで引き継げるっていうのは、ね、まあ、実現しやすいですよね。はい、ね、逆に質問すると、その3年単位で、こう、移動になってしまった現場をいっぱい見てはるから、はい、キーパーソン引き継げへんかったやんってことが、
あったいうことですよね。そこら辺少しお話いただけますか。そうですね。特に移住のセクションが我々多いので、市町村で出会った方が、やっぱ3年ぐらい経って、ようやく何たく関係性築けて、自分でコーディネートでやれるってなったら移動になってるので、なんかその時に、だから移動ある前提だから僕らがずっと考え続けるってことで担保しているのかなと思うんですけど、はい、それだと、いつまで経っても外の事業者におんぶに抱っこの状況になってしまうので、もう少しその僕らみたいな役割を、例えばその特定の市町村であれば、僕らのような動きができる、その市町村にいるキーマンみたいな人に、委託を出してもらうみたいな形で、僕らが関わらなくても、そのキーマン積んでるんで、要は自分ごととして仕事でなくともやれる範囲として、そういった移住に関わるようなことを、やってくれるような動きにしていくと、つどつど僕らに相談来なくてもいい状態っていうのは、全部ができたわけではないですけど、はい、打ち手としては取り組めた部分は一番あるかなと思います。